はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、妖怪ウォッチ友達ウキウキペディア妖怪不思議キャンディーです。はい、限定ウキペディカード付きの新しいお菓子が出ました。今回は不思議キャンディーですから、舐めてると色が変わるみたいですね。カードは全6種類で、ミッション付きカードも入ってます。今回は3つ買いましたので、3つ一気に開封します。まずはキャンディーを見ましょう。飴も16個入ってて、バクとか人魚とかシャレコ夫人とかジバニャンで、開けると一応はグレープ味、ただ色が変わるんですよね。まずはいただきます。味は至って普通のグレープ味です。で、ちょっと舐めましたから口から出すと、あ、変わる変わる変わりますね。黄色が出ました。どういう仕組みなんだろう。とりあえず面白いですね。ではカードを開けましょう。パッケージは表側と裏側、ラインナップが書いてあって、コマさんとハクは銀箔推し、さらに人面犬とおにぎり侍はミッションカード。では開けましょう。せーの、ドン。おー、いきなり一番いいやつ、レアのコマさん。ランクは D ですけど、コマさん S のようなオーラをまとってます。で、裏返すと、おー、銀箔推し、すごい、めちゃくちゃ光ってますね。このカードすごいいい。いきなり大当たりが出ました。では2枚目。ミッションカードも見てみたい。うん、あ、ハク。もう1枚の銀箔推し。表はこうで、裏返すと、あ、やっぱり普通銀箔推しって言うとこれですよね。そう思うとコマさんはめちゃくちゃすごいカードでした。人面剣かおにぎり侍。出てこい人面剣。うわー、獅子丸。普通のウキペディカード。表側と裏側。あ、なんか、なんだこれ。進化条件が書いてあって、さらに、進化後の満を持しも載ってます。おー、このカードはいい。へー。今まで裏面が地味でしたから、すごくパワーアップしました。今回出た3枚は、コマさん、ハク、シシマルでした。それとカードには載ってなかったんですけど、今回のカード3枚でチームを組むと、特殊効果、おかしな陣が発動。毎ラウンドヒットポイントが少しずつ回復。ちゃんと特殊効果もありました。はい、ということで妖怪ウォッチ友達ウキウキペディア妖怪不思議キャンディーを紹介しました。全種類が今回オリジナルのカードですし、コマさんの箱押しは予想以上にゴージャスでしたね。以上、妖怪ウォッチ友達ウキウキペディア妖怪不思議キャンディーの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。